大家好、我是にちは。これは SNH48 チーム S2 のコンソーズのジャンです。すみませここからは日本語で失礼したいと思います。SNH48 が結成して、もう選抜総選挙が単独でできるなんて、えー、正直驚いています。だけど。 約この2年間でこう選抜総選挙ができるというのはこう日頃応援してくださっているファンの皆さんのおかげだと本当に心から思っています。私が SNH48 になってからもうすぐで2年が経ちますが SNH48 になって本当によかったなって心から思います。SNH48 になったことで今まで気づけなかったことに気づかせてもらえたり、えー、小さなことがすごく 小さな喜びが大きな喜びにすごく感じたり、えー、SNH48 のメンバーに会うたびに初心の気持ちを思い出させてもらったり、本当に自分にとって SNH48 は新しい人生を歩めたグループだなと、今、振り返れば思えます。今回のこの SNH48 の選抜総選挙で、センターにならせてくださいとは、あえて言いません。 だけど、SNH48 のこの選抜総選挙の選抜メンバーに選ばれたら、メンバーとまたお仕事ができるんだとか、ファンの皆さんにこうやって会えるんだって思えるとすごく今考えただけでワクワクするので、そのためにはやっぱり、このね、選抜総選挙の選抜メンバーに入りたいなって心から思います。SNH48 も まだまだだと私は思っているので、中国だけではなく、世界中の人にもっともっと s n h 法廷と知ってもらえるように私も頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張ります